打って変える感じ。打ってから、パンチ打って、相手がブロックとかパーリーとかいろいろやってくるんで、そんな感じで、あとはしっかり回り、まだ今半分ぐらいしか回ってないんで、ぐるーって、一回一周っていうか、こう回りきらなかったですね。どっちでもいいから。で、回ってからまた、いいです、さっきみたいに前ばっかり行ってるより、そっちの方が、で、一周したですね、今。一周したから、次逆に 半回りでもいいし、逆回り。いいですよ、それだと、まあ、詰められてる感じがないんで、詰めてるばっかじゃないんで、あとは横に逃げたときは相手が追ってくると思ってもらって、横にこうさっきみたいな感じで逆かな、右に逃げてください。足をサイドステップか、そっちだったら、そっちはそっちで追っかけてくるし、それで来たところをストレート、さっきのステップ良かったじゃないですか。逆かな、逆にこう右にこうトントンってやると来るから、それで引きつけて右って感じですね。追ってくるんで相手が、ジャブで打っといて逃げる感じですね。ジャブ打って右に逃げて、2回目ぐらいかな。2回目ぐらいで足に体重に乗ったらストレートとか。そういう感じの使い方。うまい。いいですよ。それだと相手イメージできるんで、真ん中におると思ってもらって、相手が、そのボックスって書いてある字の中に人がいると思ってもらって、で、打って動くといいですね。打つとパーリングかブロックか相手してくれるんで、その間に移動する感じです。場所位置取り、いいですよ、ね、追っかけてきたらストレートでいけばいいですね。さっきみたいな感じで逃げて、